皆さんこんにちは、みのりんです。本日はですね、私リップグロスを作っていきたいと思います。 DIY メイク久しぶり。前私リップグロスを作ったことがあります。クリアリップグロスを作ってみたっていう動画なんですけど、なんかその時に同じような作り方で色付きのリップグロスも作れそうだなって思いました。結構簡単に作れちゃうんですよね。というわけで本日は色付きのリップグロス作っていきたいと思います。早速始めていきましょう。はい、では用意するものはこちら。ボール、注射器みたいなやつ、リップグロスの素、お好きなオイル、お好きな香り、好きなコンテナ、これはねアイスクリーム型のやつです。なんか結構さ見たことがあるような形なんですけど、これお安く売っています。 Amazon で購入しました。お好きなキラキラとか、これは本当にお好みで入れたり入れなかったり。そして最後、じゃじゃん、パウダーですね。お好きな色のメイク用のお粉です。これはねちゃんと顔用、メイクとかに使っていいやつなので問題なく使うことができます。はい、こちらで全部です。あと混ぜるための割り箸、こちらでお好きな色のリップグロス作っていきましょう。ではケースをまず用意しまして、この注射器型のやつも開けちゃいましょう。これでねチューって吸って中に入れられると思うので、あ、大きさ大丈夫ですね。はい、確認 OK です。じゃあねどうしよう。まずはこちら必要分入れていきます。これ1杯2杯入るぐらい、まずは様子見でこれぐらい入れます。これはリップグロスの素でこのままこうやって売っています。続きましてはお好きなオイル、もちろんね自分に合ったオイルを使うのが一番いいです。これはホホバオイルです。1滴2滴ぐらい、あとはお好みなのでもう2滴ぐらい入れていきます。2プッシュぐらいで混ぜまして、どうだろう、足りるかな、なんかちょっと足りない、もう若干気持ち多めに入れます。結構入れた。で香りです。これをねちゃんとそれ用の香りのやつ購入したので、おー、いい香り、もう開けた瞬間ねブワーっていい香りがするんです。何の香りにしよう、メロン、あーん、なんか石鹸っぽかったよ今。パイナップル、あーパイナップルだいいねパイナップル、なんかさ甘酸っぱい感じがいいな。オレンジ、あーオレンジねあんまり強くない、パイナップルすごかったのに。ストロベリーをねこの前使った気がするので一旦横に置いて、レモン、なんかね柑橘系はそんなに強くないですね。レッドチェリー、あ、海外ではよくありそうな感じな、なんか思い出しそう、いやある、なんかさお菓子であるもん、これよく嗅いだことがある香り。スイカ、スイカ大人っぽい、いやでもなんかね石鹸っぽいんですよね若干。パイナップルが今までの中で一番強烈。ペパミントね、この前使った気がします。アップル、あ、大人っぽい、リンゴいいな。で最後はマンゴー、あーなんかリアクション全部一緒だな。リンゴねいいな、リンゴ好きかもしれないのでリンゴ入れます。香り付けのものってあんまりお肌に良くないので、気になる方はそもそも入れなくてもいいかもしれないですね。個人的には唇だけであればいい香りしてた方がいいと思うので、ほんのちょっとだったらいいかなと思っています。でもおすすめはしないです。じゃあちょっと、あー、おーのーこれが入っちゃった、はい、これぐらい入れてみましょう。あんまり入れてないんですけどね、結構香り強いのでいいと思います。続きましては色、もうここからが楽しい。もう好きな色を入れてお好きなリップ作れちゃうので、どうしよう、やっぱ使いやすいやつと真っピンク2つ作りたい。やっぱここら辺使いやすいかな。これはね適当に入れていきます。そう、結構落ち着いた色になりそう、これすごい粉が待って待って、ヌードすぎない、でも一つそんな感じでもいいかな。コッパー系、ちょい赤も入れて一旦混ぜてみましょう。どうか、おー、リップグロスだ、あるある、この色のリップグロス見たことあります、超ツヤツヤ。
で、リップグロスってどっちかっていうと、なんかそこまで色なかったりしません？なんかちょっとほんのり色あるけども、テカテカにする方が重要で、色はそんなにないみたいなイメージがあるので、そんなに色多めじゃなくてもいいかなと思っています。はい、じゃあ一旦試して。あ、でもこれ結構入れてありますね。ありそう。ああ、もうこれリップグロスだ。すごいよ。いい感じ。このテカテカ感。リップグロスだ。で、色もね、どうなんだろう。茶色すぎるかな。でも次作るのはピンク系にしたいので、色分けしたいんですよね。なので、これはヌード系みたいな感じでいきたいと思います。よーく混ぜて、はい。ちょっとオレンジ系。でも、あり。あり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 。これをこう傾けて注射器で吸います。はい、でこちらの穴の中に入れて入れます。とお、いい感じ。あともうちょい、もう一つ手が欲しい。はい、よいしょ。いっぱいになるまで入れて、これぐらいかな。入れすぎちゃうと閉まらなくなっちゃうと思うので、こんな感じ。まず一つ目できましたよ。ゴムのやつをつけて装着。はい、完成です。あ、なんか可愛いチョコレートアイスみたいな感じ。すごい綺麗な仕上がりになりました。で、まだあるのでもう一つぐらい作れるかな。まだまだね、入れ物たくさんあるので、入れられる分だけこの中に入れていきます。2つできました。ではもう一つ作りたいので洗っていきます。はい、というわけで2つ目はね、同じ感じで、まずはリップグロスのベース、すごいトロトロ、そしてオイル混ぜまして、2つ目はね、真っピンクのやつ作りたい。香りはどうしよう、違う香りにしたいな。パイナップルにしよう。おー、強烈。はい、入れまして混ぜます。そしたらじゃじゃん、こちらのピンク色、これを入れていきましょう。はい、結構入れました。どうかな。おー、え、かわいい。え、もう絶対かわいいじゃん。一旦ここにつけてみてどうでしょう。まあでもリップグロスってこんな感じかな。もうちょっとあってもいいのかな。もうちょい入れてみようかな。自分のお好みのが作れるので、ほんのりでもいいと思いますし、まあ、がっつり入れてもいいと思いますし、どうでしょう。はい、お、すごい。これが最初のやつで、これが2つ目。もうだいぶ濃度が濃くなりました。これぐらいでいいと思います。ベース入れて、オイル入れて、香り入れて、色、これでね、もうできてます。 OK、 これ絶対かわいい。では、いきます。吸って、はい、今回私はね、キラキラなパウダーばっかり購入したので、めっちゃキラキラになっちゃった。私はね、キラキラでもいいんですけど、落ち着いた色を作りたい場合はマット系を多く購入した方がいいなと思いました。まあ、ご参考までに。もうすごいツヤツヤピンクだから、バービーちゃんがつけてそうな色。はい、はい、きっちりと締めて入れます。 OK、 こんな感じでリップグロスの完成です。じゃじゃーん、というわけでリップグロスできました。この入れ物も可愛いからさ、全体的に可愛い感じになりました。入れ物を変えるだけでね、本当に見た目もテンションも変わったりするので、おすすめ。じゃあちょっとつけていきましょう。おー、ちゃんとね、こうグリグリってやんないと色がつかない。もうちょい。はい、筆に取りまして、まずね、手の甲につけるとこんな感じ。いや、色もしっかりとついてるんですよ。はい、今リップの色を取ってきまして、つけるとね、あ、いい香り。あ、入れて正解。
おお、悪くないかも。なんかさ、ほんのり色つく感じ、めっちゃキラキラで、ピンクの方をつけてみますと、ピンクの方結構ね色濃くしたので、手の甲につけるとこんな感じで、おお、パイナップルの香りがすごい。あ、でも思ったより色はついていないですね。なんていうか、キラキラツヤツヤにはなっているんですけど、まあでもリップグロスって感じです。全然普通に使える、毎日使える。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。まあリップグロスってもともと必ずしもなんかすごい色がつく、これだけでもいいって感じではないと思うので、まああとお好みですよね。色すっごくしっかりとつけたい場合はね、もう1パックバーって入れちゃってもいいと思いますし、個人的にはこれくらいでリップの上にのせてもいいかなと思っているので、まあそれなりに満足はしています。はい、というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。次はこれ作ってくださいとかありましたら、ぜひぜひコメントでお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。